本題始まりました。もちろんね。さあ、今回は横山です。はい。やってまいりました。はい。皆様がね、第3回共通テスト、模試を受けてる時に、はい。こっちです。総大入試プレイっていうですね、まあ、夜ゼミで行われてました。ほら、ゆきお先生映ってるじゃないですか。総計世界史。そんな中、まあ、受けたということで、まあ、受けた人はあんまいないかもしれないですけど、どうでしたか？やってみて、総大入試プレイは。むずいです。むずい。はい、やはりレベルが高いということで、なんだかんだ伝統的ですからね。ずっと昔からあるんで、これ自己採していきましょう。何型とかあるのこれって？いや、もう学部型です。まあ、学部型でごとにあるです。じゃあまずは英語からいきますか。ではやってもらいましょう。ね、せんちゃんみたいな時間かかんないと思うんで、わざわざもうんとカラオケでずっと、もう気の面なされた。さあ、でも前頭と同じ日だったんでね、共通ですよね。そうそうそう、共通テスト。終わりました。はい、結局何型で受けたの？結局小学部型。小学部型ね。はい。ということで、まあ結構大問がある中でやってないやつもありますね。まあそうですね。ブンブン。社学とか人科には正語がついてますね。はい。こういう形で昔からって、河合に今こういうのがないってことか。河合はもう全部一緒です。総計で。もう早稲田のやつない。では、いきます。なんで、大問1が全学部共通型ですね。はい。それの長文が、はい。ゼロです。24点中0。1問も当たんなかったってこと？あ、1個っすね。あ、1個あった。じゃあ0じゃないじゃん。4点で、だから内容1が2つのうち1個だけ当たったってことね。じゃあもうめちゃめちゃ難かったと。空所補充だって1個も当たってないわけだからね。どうなの、単語知らなかったのか。これらは文脈がもう分かんなかった。単語も分かんないです。いや、まあだいぶ政治色の強い内容だな。そうですね。これ選択肢にはよくあるパターンで、あ、そっか、言い換え問題とかもあるわけですね。はい、言い換えにこの、まあ文脈で解くパターンですの。英検1級まで勉強してればね、出てくるよね。続いて第2、はい、全学部型です。24分の16です。16点、はい。はい、これはどうでしょうか。これも内容1かな。内容1ですね。はい。みたいな AB って分かれてる。関連してるってこと？関連してない。全然関係ないです。ああ、じゃあまあ文学部型だね。そしたら、はい、文学部とかであるパターンですね。3番が社学人科を除く全学部の長文ということで、この時間なかったとか、もうこの辺のもの印ついてないから、はい、はい。それぞれの段落が何について書いてあるかっていう、法学部とか国際教養の、はい、形があって、内容1ですね。はい。24分の8で。はい。24分の8。なるほど。で、大門4は法学部の自由英作の絵が描いてありますけど、で、小学部教育学部共通の大門5、長文ですね。長文で、まあ後ろ TF がついてたりするやつですね。こっちが1です。1点、ここだけです。あら、なるほど。いやー、意味の近いものはどれですかってやつですね。これでもう文法がないもの、これ人科とか理工の人たちがいるやつ。と、最後は第7。7が、はい、会話で文学部、小学部の人が受けるというやつで、会話穴埋めですね。はい。12分の8です。はい。ということで、8点ということでございました。で、合計すると37。37点。100分の37。なるほど。厳しいですね。まあだから、それが早稲田側がでも望む点数だからね。それ100分の30何点っていうのが、早稲田が受けに来る方々のに平均的に取ってほしいぐらいですからね。私の聞いてた教授がそうやって言ってましたから。なるほど、ということでした。いや、そうか、整形はもう全然違うから、整形以外。はい、わかりました。では、国語ですね。国語はやってみて。国語はいつも通りじゃないですか。いつも通り。壮大プレイもいつも通り。これも何型っていうのがあるね。はい、共通問題とかあるもん。はい、ということで、国語100点中ですね。はい、100点中の51です。51、おお、半分ですね。ちょうど半分ぐらいということで、レベル的にでも高いとは思った。いや、そんなじゃない。そんなじゃないと。はい、じゃあ最初の共通の現代文はが35分の19です。35分の19。はい、なるほど。で、次古文だな。はい、古文がひどくて25分の7。ああ、確かに、あ、むずいとはよく言われますけど、忘れたのはこいつもむずかったと。文法は取れてるってこと？文法1ミス、1個ミスだと。で、人は法学部だから違って、5なのか。小学部人科型の40分の25です。はい、40分の25。これ40点あんだっていうか。そうそう、大問
5個しかない、うん、問いか、うん、で問い5がその漢文がくっついてるやつなのか。はい、あ、なるほど。ついてて1問しかないやつ、はい、あ、なるほど。じゃあそのもう題目の中に漢文があるで、これ連動してんの、はい、してないの。あ、してないです。あ、してないんだ。単独でやって1問しかないってこと。ここだけちょっと時間なかったです。なるほど。漢文は合わせた、そんなむずくないってひらさんが言ってたのに、そんなのエアプだとかってコメント来てたのかな。大体でもあって4問中1問がむずいぐらいで、そんなんないけどっつって言ってたけどね、ひらさんはそれに対して。はい、ということでございました。じゃあまあ国語は半分いったと、うん、まあ、英語の3割よりは全然いいですね。はい、なるほど。じゃあ日本史ですよ、うん、はい。風やばいっす。マジか。まあ、今の時期でまだいいけど。カタス。はい。では、さあ、まず、じゃあ全体か。はい。あ、全体。日本史。はい。はい、100点中ですね、これも。はい。100点中の。58です。58か。なるほど。6割弱ですね。はい。まあ、得意の日本史としてはどうだったんですか、これ、レベル的には。ところどころ、正語が使ったっていう、うん。なるほどね。間違い探し。まあ、じゃあ、ちょっと、大問それぞれ見ますが。はい。大問1、共通、全学部共通が20分の12。まあ、結構記述あるな。そして大問2が全学部共通の20分の12で、大問3も全学部共通20分の12で、大問4ですよ。この問題ですよ。大隈重信はね、本当に世界史もね、よく出るって昔は言われてるけど、うん、そうです。20分の14ですね。まあ、大隈重信書かせようとね、する模試多いね。はい。で、それ早稲田だから、ね、そう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 、早稲田だから世界史にも大隈重信が書かせたりする問題が出るって昔は先生言ってたな。はい。20分の14で、次が5はなくて、大問6が選択、小学部型が20分の8と、はい、あ、いわゆる論述ですね。はい。論述もある方でした。はい。ということで、まあ、なるほどね。ああ、じゃあまあ、記述は結構書けてるってことかな。記述書けてないの。これなんか地名ですか。この問題ね、はい。出ることありますね、本当に。やっぱ、レベルは高い。うん。そうですね。高い。うん。いや、多分、うん、どうなんですかね。わかんないです。単語としてはいけるけど、正語。うん、書きは簡単でしたね、この段、うんうん、という感じだったと。さあ、皆さんどうだったでしょう。こことか、去年とか2年前の過去問だと全然わかんないのばっかりでしょ、うん、書き、半分書きで、うん、後半とか、うん、それをこう、まあ、真似てきたのかもしれないですけど、これ多分過去問やってた時です。ああ、そうなんだ。ほとんど一緒のやつ、ほんと同じなんだ。いい、なるほどね。ということでございました。受けた人、皆様どうだったか。まあ、これで3割、5割、5割ということで、うん、英語ですね。やっぱ英語ってなかなか得意にならない。え、まだってさ、スパルタさんは終わってるわけでしょ、単語としては、はい、だ、単語じゃないのかな、まだもうできないところは。いろいろほら、コンサルを受けながら、どうなの、この英語のここが弱いですねとか言われてないの。何が弱いとかないの。何が、なんかその2週間に1回受けるんですけど、そこで出される、なんか解釈の問題みたいなの出されるんですよ。それはできるんですけど、こういう問題きついです。なるほどね。長文はきついと。ここは考えないといけないな。いやー、文脈から意味を推測するとかが弱いってことはね、むずいんだよね、そもそもね、早稲田の英文って。その中で、そもそも分からないところがたくさんある中で推測っていうのはきついんで、まあ、分かってないと、分かるところがたくさんないと、分からないものの推測ってできないので、そこがあるかな。まあまあまあ、ただ、小学部の英文は読めるぐらいにはなってほしいかな。まあ、社学はやっぱりきついけど、そう、小学部と社学の差も分かんない受験生がほとんどだからね、結構。あの難しさの差っていうのが不明なまま、どっちもむずいじゃんって見えちゃってる。そう、それは下側から見ればね、同じ頂だから同じところにあるように見えるけど、そこの近くに行けば行くほど差が、あ、実はすごくあるんだなってことに気がつけるので、まあ、そこに。え、その辺はあるの？社学と小学部の英文違うなとかは。それは感じられる。前、去年。ああ、去年受けてても感じます。もう感じてたのね。なるほどね。まあ、蝶にたどり着けるとこまで登って、
ってるのかどうかだよね。将来は教育、まあまあ教育も難しくなってきてるけど、どこも難しくなってきてるっす。それができるかどうかですね。ではまたどっかのタイミングでまた平先生呼ぶかもしれないし、どうなるか分かりませんが、はい、ということでございました。じゃあぜひ頑張っていただきましょうということでございました。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。